センター CLR のビデオメイキングアーカイブ ILU 通信の、第10回始めたいと思います。お願いします。今日は夜遅いので、まあちょこっとだけ本当かな。前回の続き、まだ続くまあちょっと一応図に書いて問題点の整理だけしておきたいと思います。問題点というかやり方のね。で、実行パスを検出すると。で、実行パスを検出しつつ、今までは疑似スタックの操作を行うことで、それに必要なそのシンボルとか、あるいはリテラル値の参照を追跡してたんですけど、まあ、その方法はまあちょっと難しいということで、まあ、それぞれ、スタックに対応する、ローカル変数領域を用意するという話をしました。で、まあ、それでなんとなくうまくいきそうっていうのは前回、結論を出したんですが、まあ、まだもうちょっとだけ問題があります。で、その前に、まあ、そこの問題点を除けば大体いけるので、その方式、大まかな方式についてちょっとまとめます。で、実行パスを解析するのに、まあ、分岐ポイントがいくつかあるでしょうと。まあ、その中には、無条件分岐命令もありますと。こんな感じに起きて、やがてリターン。で、これらの分岐条件の中には、これは IL バイツの配列の上から順に IL がこう並んでいるという、まあ、想定でいくんですけど、まあ、途中からここら辺に分岐をして、こいつがこの辺に戻ったりだとか、あるいは、ここの最後でこんな風になったりとかするわけですよ。あるいは、こいつがまあなんかここへ飛んだりとかね、こんな可能性がありますよね。まあ、様々なジャンプに制約はないので、IL の変なバイトコードの途中にオペコードとオペランドの間に割り込むとかね、そういうことがなければ基本的に制約はないので、なので、まあ、いかようにでもこう分岐ポイントというのは考えられると。で、まずメインパスを探索します。で、ずっと話してきた通り、パスを探索するときに通った IL にはマークをつけていく。まあ、こんな感じで、ここは違う、ここはジャンプするんですね。無条件ジャンプするので、こんな感じでマークがつく。こうなったと見えるな。はい、これがメインパスですと。メインパスで、そのメインパスを追跡する間に、条件分岐を検出する。条件分岐は、これ、まあ、ちょっとこれ、青でチェック入れますね。これそれから、ここは違いますね。それからこれも違う。ここ、今この3箇所条件分岐がありますよね。無条件分岐はもうそのまま、このパスを探索するとき、指定されたパスを探索するときに、無条件分岐先には、追跡していきます。で、それから、ここまで来るとこの3つの条件分岐が、検出されるので、それぞれについてで、リストを作っておきます。探索していくと、まずここが1番で見つかる、ここが2番で見つかる、それから、ここが3番で見つかります。これを、Q ですね、 Q に、入れていきます。だから今こんな感じですかね。1と2と3みたいな感じで、まあ、上から入れていった場合ですけど、まあ、こんな感じで9に
入れていきます。あ、9見えてないですね。すいません。こんな感じですかね。はい、こんな感じで、入れていきます。はい、いいですね。で、メインパスが終わったら、そしたら Q の一番底にあるやつをデキューして、まあこれ仮に1ですよね。で、1がこの条件分岐のこれなんですけど、これが分岐先のどこへ飛ぶかというのを検出します。これは、IL バイツのそのオフセット、IL バイツのオフセット、まあちょっとどうしましょうね、アルファとかにしておきますか。アルファが分岐先の位置だということが、まあ、ここに積まれている情報から分かるとします。そうすると今度はここの位置を基準に、このアルファの位置ですね、ここの IL の命令を基準に、パスの解析をしようとすると。で、その時にこのチェックがもちろんチェックするんですよ。メインパス のチェックと同じで、基本的にはその上から下へ探索していくんだけど、同時にチェックされているかとかいうようなこともメインパスと全く同じように解析すると。この場合でいくと、まあ、アルファはもうチェック入ってますよね。なのでもういきなり探索終了、終了、はい、になります。そしたら次の Q から次の番号をDQしてきて、今度2に相当する分岐先なので、ここですね、ベータ、ここへ、ここからパスの解析をする。そうすると、まあちょっとこの図ちっちゃいんであれですけど、こことここが、見つかりますよね。で、ここ 無条件ジャンプなので、次こっち行きます。そうするともうここチェックが入っているので、パスの解析としてはこの2つで終了ということになります。まあ場所的にこんな感じにしておきましょうか。これをまあベータパスという感じにします。パスの解析をするってことは、まあここはソースコードの出力対象になっているはずということですよね。で、ここへ来たらチェックが入っているので終了。で、次に9から3を取り出します。 IL by 2、今度は、3番の、ジャンプ先、ここですね、ガンマ ここからパスの解析をすると。まあこれもうすでにメインパス の解析でチェックが入っているので、ガンマは終了、何も出力することなく終了すると、こんな流れですね。で、この方法で、今ここで直接この図でも現れてないこととして、条件分岐で飛んで、要するにこの Q に入っている分パスの解析、例えばこの辺の2番とか、丸2のここですね、ベータパスのところを解析している途中でさらに分岐する可能性がありますね。まあちょっと無理やり書いてみますか。この辺に、条件分岐命令があり、まあむちゃくちゃですけどこんな風に、まあ、ジャンプするとしますと。そうするとこれ条件分岐命令なので、4番目の分岐ってことですよね。で、これ発生したらこれ Q なので、ここの上に4番目の分岐情報として付け加えるわけですよ。でもこれ今解析してるのって2番なので、すでに1番と2番は Q の先頭から消化しているのにないですね。だから今 Q に溜まってるのは3番と4番が待機中という感じで、その見つかった
その分岐ポイントの情報は次々と Q の集端に追加されていく、延期されていくというふうにすればですね、やがて全てのパスが解析されるはずということになりますね。まあ同時に今までみたいに IL バイツを上から順番に1バイトずつ舐めるっていう方法で、ひょっとしたらですね、脆弱性につながるIL のその脆弱性のあるコードの挿入とかそういうものが行われず、基本的にはその全ての分岐対象、ちゃんとその論理的にIL として解釈される分岐ターゲットだけが解釈されることになるので、そういう危ないコードの挿入とかなんかそういうことに対しても対処できると、要するに無駄なコードをデコードしないっていうことですね、ということにもつながるので、まあ結構いい方法じゃないかなっていう気はしますと。でまあこの後というか、まあこの散々デザインやってるんですけど、これが終わったら、まあ基本的にはこういう方針でやりたいと思います。ちょっと写真を撮っとこうね。まあ後からビデオから抽出してもいいんですけど、せっかくスマホのカメラでダイレクトに撮った方が綺麗なんで、よし撮った。じゃあ消します。はい。で問題があるパターンと言っているのは、散々言っていた、これ C のソースコードと仮定して、まあメイン、ボイド。で、本文があり、まあ、まあ、ちょっとイント 32t とか、まあ、書いた方がいいか。イント 32t、スタック、ゼロ。イント32t、スタック、1で、スタック0とスタック1が、イント32の値で、格納できるスタック領域として割り当てられる。で、前回アド命令が、まあ、いろんなアド命令って2つ の, スタックの値を消費するので、そ の, 2つの値の片方の組み合わせは1位ではなくて、いくつか選択可能な組み合わせがあるっていうのを確認しました。例えば、イント32の値とイント32の値とイント64の値とイント64の値。懸念してたのはイント32とイント64のアットが成立するんじゃないかと思ってたけど、残念ながらそれをやるとなんか IL が実行時にエラーを吐くことになっていますので除外できる。ただし分かったこととして、イント32とネイティブイント、ちょっと長ったらしいんで N イントにしますね。ちょっととりあえずN イント、まあ逆のパターンもあるんですけどっていう組み合わせが許されるっていうのを確認しました。まあ、他にもいくつかあります。これが許される場合、32ビットターゲットの時は、ちょっとここ入りにくいか、こうかで、32ビットプラットフォームの場合はこう解釈される。イント32とイント32、実質上、実質的にね、イント32足すイント32として解釈される64ビットプラットフォームの場合、イント32とイント64として解釈される。N イントは、まあ、C 言語で、まあ、スタンダードイントでいうところの、イント PTR
キーに対応するんですよね。だからプラットフォームごとによって、評価のされ方が違う。一番の問題は、イント32、イント64、あーでもイント32、イント32、入力に対して出力が変わってしまうような場合ですよね。これがそうだ、分かりにくいけどこれがそうかな。イント64、つまり32と64で、結果が32たす64で結果が64として出力されるというような場合に、これがスタックに積まれていることを想定して、手動で最適化されたループを構成すると、そうすると次の後の入力が64ビットの値として想定されるので、問題が起きる場合があるってことですね。やっぱり具体的な例を書いた方がいいか、自分で喋ってても本当か多いみたいなのがあるので、ちょっとこれを書き直しますかね。イント64Tにします。でラベルがあり、ラベルがあり、アットします。なんかむちゃくちゃになってますね。 C と IL が混じって、そうじゃない、もうこれすでに問題があるか。スタック0にスタック0たすスタック1を代入する、でいいか。で、ループしなければ問題ないかな。リターンスタック0と、これまずいですよね。スタック0が3イント32で、スタック1がイント64、それ足したらイント64に入ってほしいですよね。でもスタック0を使うとイント32なので、これはまずい。この時点でこれはまた別の名前をつければいいと分かりますよね。例えば仮にここにイント64t の宣言でスタック02みたいな、ものを用意しといて、演算結果はスタック02に入れる。そしてリターンスタック02とやれば、そうすればまあ問題ないですよね。これがプログラム的に可能かと言われると、これの演算結果は64ビットだというのは、片方が32で片方が64だから64になるというのは分かる。分かるので、これ自体はいいですね。問題はこの計算結果を、ループして次の入力に生かしたいと思う場合ですね。IL で書くと、IL で書くと LDCI41 LDCI8 で、例えば2、そしてアットします。これコンブ、どう書けばいいんだろう確かちょっと確認しないといけないですけど、ネイティブイントにするための命令があったような気がなんとなくしてます。そいつは単純に LDCI42 とかやってコンブなんとかってやるとそうなったような気が、ちょっと確認してみないと分かんないですね。ひょっとしたらこの辺がないから事実上できないっていう話になって、まあ結果往来かもしれないですけど、でアットします。そうするとこの計算はイント32、もうだんだん書くのめんどくさくなってきたんで i32 足す n イントなので n イント
まあ、64ビットですね、の値になりますと。で、まあ、なんか条件分岐命令があったとすると、条件分岐に応じて、こう、こうなるかな、こんな感じで分岐したとします。今無理やりイリーガルなパターンを ひねり出そうとしてるんであれですけど、でそうすると今ここにスタックにこれが積まれている、これアルファとするなら見えてるね、見えてる、計算結果としてアルファが積まれています。そして、条件に合致して戻ったとします。そうするとユデシアイオニとコンブナンチャラでここに2カッコ64ビットが格納される。これの後は別にいいですね。まあ事実上 I64 とこれ1回目、これ2回目 I64 プラス nint は nint ですね、 nint とで、まあ事実上64ビットだし、あ、このパターンはいいのか、逆ですね。こうだ。ごめんなさいね。前後します。最初の値が64ビットになるんですね。コンブ、なんちゃら、ここで N イントになる。最初の値が N イントになる。次に LDC、I4 に、これ32ビットですね。で、これがアットすると、ここがなるとどうなるかというと、最初は、LDC I41 してからコンブするので1、これは64ビット値になる。それから LDC I42 はここに2で32ビットの値になる。でこれがアットする。でそうするとまあ3ですよね、多分。ただし N イントの値になるので64ビットになる。くっついちゃって見にくいか。64になりますよね。で、条件分岐にかかり、ここへ戻ります。合ってるかな。なんか別にというか、なんか事実上問題ないような気がしてきたな。これで今ここに3の、64ビットの値が入っているところで、ここに2、括弧32ビット、これが足されると、5、64ビット。いいのか、いいですね。これあれですね、スタック0、スタック1っていうローカル変数に割り当てるとすると S1、 これ S ですよね。でこれも S0。 いいのか、いいか、いいね、いい。あれやっぱり逆かな。最初に32ビットで、あ、やっぱり逆ですね。疲れてる。すいません。ちょっとこれどうせ違うんで消しますね。もう一回書く。頑張って書く。LDCI4 の1、これはいい。それから LDCI4 の2、こいつがコンブ、何がしで、ここ N イントになる。でまあ64ビット環境で動かしていれば64ビット値になる。でアットする。
それから、まあ、条件分岐が起きて、分岐するか否か、分岐するとしたらここへ戻るみたいなことですかね。こういう感じで、このパターンで、最初は1番目のパスでは、32ビットの1が入ります。32ビットの2が入るけど64ビットになります。で、これがアットされます。そうすると3になり、N イントなんで64ビットになります。あ、まずいですね、この時点でね。というのは、スタック0、スタック1という名前のローカル変数を使っている。で、スタック0は32ビットだと解釈されているので、おそらくこうなる。イント32t の S0という名前で定義される。 S1 は64ビットなので、いや、ここも微妙ですね。まあまあいいか。ちょっと最初にこのレールレシア42でスタックに積まれた時32ビットの値ですよね。ってことは、なんかこの行のためだけに一旦なんかローカル変数32ビットの値を入れるやつを作って、それから64ビットのローカル変数のところに入れてみたいなことをしないといけないですね、厳密には。まあちょっとそこは省略して、64ビット2の S1 という名前の、ローカル変数を作ったとすると、アットをした後、計算結果は S0 に入れないといけないんですよね。なぜかというと、その後何か何らかの分岐条件で戻る場合って、ここで再利用されるものは S0 でないといけないですよね。でないと辻褄、あのアットと計算の辻褄が合わなくなる。式で書くと、S0 プラス S1 みたいな式になるんですよね。でこいつをS0 に入れなきゃいけない。だけど S0 はイント32なんですよね。と計算結果64ビットなのに S0 に入れようとすると、まあ当然ダメですよね。じゃあといって、ここでじゃあ仮に64ビットになるってことは、まあ何て言うんですよ、探索の結果分かった場合、じゃあまあ S0 ではダメだから S0 の2みたいなものに入れると。なのでイント64t の S02 っていうのもあらかじめ宣言しておき、ここで足し算した結果というのを S0 の2を入れる、 S0 の2に計算結果を入れるようにしたとするじゃないですか。とこれ計算した後、多分 if と goto で、 if なんとか、goto で、こう戻るわけですよ。で その時に戻り先が無理ですよね。これ計算結果 S0 の S0 アンスコ2に入っているので、今度はそれ と、S1 を足す式として評価しなきゃいけないので、こう例えばこういう風な感じで戻したりとかできないですよね、もはや。これが今はこれで3、あ、このデザインの3回目ですけど、なんかちょっと まずいよねと、こういうコードを組まれると。で、ロスリンのデバッグビルドは多分こんなコードを書かない、今のところは。なんですが、リリースビルドは分かんないですね。なんかまあまあ最適化をする、何回か前にちょっと検証しましたけど、ちょっと惜しいコードが出てましたよね。
ああいう感じでその、ローカル変数を、まあ、できるだけ定義しないようにしようとする努力は見られるのでもしかするとこういうあのスタック操作だけで完結するようなあのこと場合はローカル変数領域を定義しないで IL を出力するっていうことが、まあ、将来的にはあり得るかもしれない。今でもなんかコードを書いてリリースビルドするとそういう最適化されたコードを吐き出すかもしれないのでこういう可能性はあり得るから考えないといけないんですね。やっぱりこれに対する対処する方法を一つの方法としてはまあ今なんかあんまりちょっと具体的に掘り下げて考えてないですけどここで示したような感じで、ひとたび型が変わる場合は、1回だけ Go to Unloop して、つまり、これの次に来る式はちょっとこっちに書いちゃうんで分かりにくいですけど S0 の2イコール S0 の2足す S1 みたいな2回目以降2回目以降 N 回まで N 回までは、こういう式にする。最初の1回だけは S0 イコール、あ、じゃあ S0 の2イコール S0 プラス S1 という計算をする。多分ここに if が挟まり、であとここにも if が挟まり。Go to でこう戻る。こいつはいきなり条件が合致した場合に抜けるみたいな感じかな。リターン。イメージ的にねこの順序に並ぶかどうかわかんないですけどこんな感じにすれば2回目以降はここの部分を N 回呼び出せばいいってことがわかりますよね。これをね。口で今こう説明したけどプログラム的にこういうソースコードの出力を簡単にできるかどうかと言われると今はちょっとまだ何もアイデアの段階で深掘りしてなくて本当に可能かどうかわからないですよね。まあでもこれは対処しないとなんかイリーガルなコードになってしまうので多分Cコンパイラーが多分エラーを出してコンパイルできないソースコードを生成してしまうので何かやるしかなくて多分何かやるための方法はこれかなと。一つはこのようなパターンが起きているかどうかを容易に検出できるかどうかがポイントですね。容易に検出できるんだったらちょっとこれに対応するコードはコードの出力は後回しっていうことでもいいかもしれない。まあいずれやるんですけどだからポイントとしてはこういう対処をしなきゃいけないかどうか多分ですけど、計算結果の型とそれからそれが次段に入力、次のそのループの入力に使われるかどうかでそれで型が変わってるかどうかっていうことが検出できれば多分こっちへ振ることもできるようになるだろうという想像がつきますね。おそらくこの実行パスの問題は、まあ、このぐらいなんじゃないかなっていう気がします。アルゴリズム的にやらなきゃいけないことの最大のポイントは、まあ、ここにあるかなっていう気がします。ということで、今日はちょっと短いですけども、大体なんか洗い出しはできたかなって気がするので、あとは、そうですね、まあ、この後、この実行パスの実装をやっていくんですが、まあ、ちょっとここがね、なんかこう、喉に骨が引っかかってる感じがするので、どうするかですよね。本当に検出可能なのかな。後からやっても大丈夫かな。その辺が見通しが大体立てば、ほかっといてもいいかなと思うんですけど、ちょっとわかんないですね。僕も頭を冷やして、事前に考えなきゃいけないことが、他にないかどうか、これについてね、考えてみることにします。まあ、なんかビデオ見てられる方で、こうしたら、みたいなのがもしあれば、
なんかコメント書いていただけると嬉しいなと思います。あと、もう第10回なんですけど、多分ね時間すでにすごい、どうだろう、15時間ぐらいになってるのかな、15時間分ぐらいになってます。先頭から見るの大変なんですけど、幸いなるかな、 YouTube にはあの倍速再生みたいな機能があるので、あの PC で見てる場合ですね、残念ながらスマホで見てる場合はダメみたいですけど、PC で見てる場合は倍速、まあ、1.5 倍とかね、あの選べるので、倍速のやつ自分のやつきあの見てみたんですけど、あのかろうじて聞こえるかな倍速だったら、まあ、1.5 倍ならなんか全然いい感じな気がするので、まあちょっとそれでね、視聴のあの時間短縮にも役立ててもらえたらいいかなというふうに思います。それとあの前あのまあ今現在の実装って、あの評価スタックをスタッククラス、あのドットエントのスタッククラスで実装してましたよね。あのジェネリック引数がストリングで、あのスタックストリングみたいな感じでやってたんですけど、あれの説明の時にね、僕あの FIFO って書いてたような気がするんですけど、あの嘘ですね、あの FILO ですね、あのすいません、あの間違ってたのでお詫びします。ということで、ちょっと次回すぐにあのコードに入っていくかどうか、あるいはなんかここら辺のことでもうちょっとあの分かったの何か知見が得られたら、その辺の話をしつつ、実装の方に戻りたいなって、あんまりもうなんか喋っててもあの成果が上がらなくてつまんないので、つまんなくなってきたので、なんかちょっとコードの方も進めたいなと思ってるんで、よろしくお願いします。それじゃあまた、次回よろしくお願いします。